5月12日、予定日まで14日。見つけた。かわいい。何ここ。入れないけど。入ってきたよ。なんか見てる。うん、くそ。まあいいや。いただきました。うん、開けていこうと思います。買ったもの、パンツ、パッド、輸入パッド。これはまだ使わないけど、シリコンの離乳食用、食べる用のやつ。ほら、かわいい。安かったから買ってみた。かわいい。私の服。あとはフラパジャマ、なんか可愛かったから買ってみた。終わり。こんな感じ。なんかジャージみたいな生地、上にもういる。スルーできない。何食べる？いい匂いがする。おでんだよ。はい。おでんないだよ。Get drunk だよ。You can get drunk だよ。ノンアルコールカクテル、ノンアルコールカクテルバーに行きます。シティバー。ヒヒヒヒ。またアイスクリーム食べてる。あ、おいしい。おはようございます。今日は38週3日目の土曜日まで12日です。もし早く生まれてきたら来週にはペペ出てくるかもしれないので、今日は最後の一人時間を楽しみたいと思います。昨日はちょっと天気悪かったんだけど、今日はすごく天気がいいので、お散歩しつつと近所のパン屋さんと、あとベーグル屋さんに行きたいと思います。では行ってきます。これからクロワッサン買いに行きます。
に買ってもった。すごい大量に買ってもった。最後のね、一個のね、ストロベリーチーズケーキクロワッサン。帰ったら食べる。楽しみ。帰って食べようと思ったけど、可愛いからこれ食べようかな。ヘーゼルナッツとのクロワッサンとチョコレートクロワッサンと、あとこれがね、これがすごい多分有名なの、残り最後の1個だった、ストロベリーチーズケーキクロワッサン。すごいあのイチゴの匂いがする。うん、あじゃん、美味しそうだね。ここでチョコのブラウニーを買った。美味しそうじゃない。でもう半分食べちゃったんだけど、サンドイッチベーグルサンドも買った。これはビセルビーっていうところ、ニューヨークスタイルのベーグルって書いてあったけど、あんまりもちもちしてなかった。なんかすごい面白いね、あのベーグルだけ、あベーグルっていうか中身結構いっぱいあって、あとブルーベリー、でも全然ブルーベリー入ってなくない、これなんかちょっとショック。ということでランチの残りを食べて、ちょっとまったりしたいと思います。では、いろいろ頑張った方がさ、後々の濃い思い出になるからさ、ね、いいんじゃない。本当に、いいね。頑張りましょう、頑張りましょう、そう、職場復帰が絶対なんだ、まあ結局も絶対だよね。まあやめてる人もいる、中には。だけどやっぱり良くない、良くないね、復帰する予定で多分ね、ワークデイタランタンタンタン。I'm not kicking, I'm just showing people my legs and my belly. Yeah, okay, more or less. Yeah. お母さんが来るよ、今日は。My mom coming.
シートに行くよ。Thank you.